銀河の歴史がまた1ページ。はい。皆さんこんにちは。マネルギルビーチです。では今回は、バンダイ版、銀河英雄伝説自由惑星同盟軍編、ステージ2、第4次、ティアマト海戦。こちらをプレイしていきたいと思います。帝国軍編に続いて、自由惑星同盟軍編をスタートさせたのが前回になります。前回はですね、惑星レグニツヤ運送での戦い、これをステージ1としてクリアしましたので、今回はその続き、ステージ2、第4次ティアマト海戦となります。まあ、ここも敵はね、ラインハルトになると思いますので、強敵ですよね。帝国軍編は、まあ、どちらかというとですね、兵力が有利な状態、帝徳も優秀なものが揃っているという状態で、プレイの方を進めることができてきたわけなんですけども、この自由惑星同盟軍編、同盟編に関しては、まあ、ヤンこそ強いものの、兵力の質量、帝徳の質量、どれをとっても帝国軍に劣るという戦いになってくると思いますので、まあ、しっかりね、気を引き締めてプレイの方をしていきたいと思います。さて、ここでアッテンボローとヤンの会話ですね。結局あの惑星度の範囲は天候のせいってことになりました。となってますけども、このあの惑星というのが前回プレイした惑星レグニツァ上空戦の話ですね。まあ、ここではね、ラインハルトが、気圧性のガス惑星の表面に核ミサイルを発射して、誘爆、誘引、これを起こさせて、同盟軍を散々に、破壊したという戦いだったんですが、今回はその続きですね。発進命令です。イゼルロン要塞攻略のため発進ということです。まあ、ここまでヤンがイゼルロン要塞をハンコ艦隊でダッシュするまでの間、何度同盟軍がイゼルロンを攻めても、そのイゼルロンをね、攻略することできませんでしたが、ここもまだシナリオ上では攻略はできない第4次ティアマト海戦になります。では作戦の内容を見ていきましょう。帝国軍は全部隊をティアマト星域に展開させつつあるということですね。同盟軍もこれを迎撃していきます。今回の任務、勝利条件確認します。銀河帝国艦隊の撃破、戦果ポイント2万5000の獲得。ゲームの制限時間は30分になっています。パエッタの艦隊に入っているヤン、という設定になってますので、他出撃してくるロボス、ボロディン、ウランフ、これらの艦隊は、まあ、操作ができないんじゃないかなと思います。では、このまま出撃していきましょう。艦隊の構成変更もできないと思います。まあ、味方のね、ロボス、ウランフ、ボロディンといった、他の艦隊の操作ができないので、まあ、ヤンが乗っているこのパエッタの艦隊をうまく操作して制限時間内に帝国軍を撃破していく必要があるというのを念頭に積極的に敵の索敵攻撃していきたいと思います。で、場合によってはですね、味方の損害が広がる可能性がありますので、そこでヤンの、ミラクルヤン、魔術師ヤンを発動して、味方をね、救うということも考えていきましょう。早速ここでラインハルトの左翼から右翼への転身がありますね。
皆さんご承知されている方が多いかなと思うんですけども、いわゆる銀河英雄伝説の本編と言われるものはアスターテの海戦からになりまして、この第4次ティアマト海戦とかはですね、外伝と呼ばれるもので描かれているものです。なので、この外伝の中で行ったラインハルト・ミタマイ・アロイエンタルの左翼から右翼への転身。これが今、イベントとして行われている状態です。そして、このね、無防備ともいえる転身に対して、ヤンは攻撃するように意見具申するんですが、これをパエッタが退けたことによって、ラインハルトを打ち漏らすということになります。意表をつく作戦で敵味方ともに、出し抜いた形になったラインハルトという描写ですね。では戦っていきましょう。パエッタの艦隊はこのまま突撃態勢に入って敵の左翼ここにね入っていきます。もうすでに抗戦状態には入ってますね。無名の帝徳の中央戦隊に突撃を行いました。まずこれで型をつけましたね。味方もボロディンの艦隊が危ないと思いますので、ボロディン艦隊でね、救援に向かいつつ無名の帝徳にもしっかり備えましょう。ウランフが使ってくれたのが機動力アップですね。機動力がアップしている状態で敵の艦隊の側面に回り込んでいきましょう。ミュッケンベルガーの艦隊がやってきましたね。ミュッケンベルガーの艦隊は一旦放置しておきます。敵が後ろを向けている間にね、できるだけ敵の中央戦隊を撃破していきます。ではお互いに距離が取れたところでラインハルトの艦隊の方に向き直りましょう。このまま行くとボロディンの艦隊が壊滅してしまうので、それの救援に向かうという形ですね。側面からラインハルトの艦隊を狙っていきます。さらにミサイル撃ってきます。こちらがミサイルを撃ち始めると敵がしっかり動いてくるっていうあたりはさすがですね。ただラインハルトの艦隊は前方に壊滅寸前とはなっているものの、ボロディンの艦隊を、そして両側面からロボスと、そしてこのヤン艦隊受け持つ形になっていると思うので、かなり苦しそうですね。ではラインハルトの艦隊がロボスの艦隊と正面から撃ち合っているところに対して、ここはうまくヤン艦隊、パエッタの艦隊ですけどね、パエッタの艦隊で側面から入っていきましょう。ミラクルヤンも使います。これで傷ついたボロディンの艦隊も
多少なりともね、回復できるという運びです。では完全に後ろ取りましたので、こっからラインハルトの艦隊に全艦突撃です。ボロディンの艦隊もね、一斉攻撃してくれてますね。ギルヒアイスはこれに対して回復する。まあ、そういう特技使ってきてますが、ラインハルトの戦隊撃破できそうです。ここで撤退のための作戦をヤンが引き受けるという内容ですね。矢の陽動部隊が発進。搭乗員は、矢のアッテンボロー艦長以外の者は誰もいないというとこですね。これはラインハルトの上官、ブリュンヒルトですね。まあ、ここに、ヤン・アッテンボローが乗っている、大きさ的にはどうなんでしょうね。駆逐艦か、まあ、巡洋艦かというクラスだと思いますけども、これが下につけて、まあ、脅しをかけるという内容ですね。まあ、この内容は、帝国軍編でもご覧いただいた内容と同じかなと思います。
刀流二人ですね。これはいかなる犠牲を払っても続けなければならない聖戦。そして、悪逆非道な先制国家の侵略軍を撃退する者は、諸君らの祖国への献身だけなんだ。この時の刀流二人は、国防長官という立場だったと思います。まだね、国家元首になる前の刀流二人です。パレッタ中将。ヤンウェンリー准将。私は少し考え違いをしていたようだ。どうかね、今夜いっぱい。今はうまい紅茶を飲みたいだけです。一人でね。このあたりがヤンの不器用さですよね。ここでパレッタがせっかくね、ヤンを見直そうという、まあ雰囲気が出てきている中なので、まあここでね、ヤンもね、まあ一つ大人になって、パエッタに、まあ、すり寄るとまでは言わないまでも、まあ、お互いのわだかまりみたいなもので、溶かしておくことができれば、この後のアスターテなんかでまた違う戦いができたのかな、なんて、個人的には思います。第4次ティアマト海戦はこうして終わった。ステージクリアです。クリアランク確認しておきたいと思います。このステージ、ラインハルドの艦隊撃破すれば終わりになりそうな感じでしたね。今回少し被害が広がってしまったもののランク S 獲得できています。では、今回はここまでにさせていただいて次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。